ここは東京都府中市。全国に同じ名称の市は府中市を含め2例しかありません。そんな縁から広島県府中市は今月、東京都府中市の祭り会場や商業施設で合わせて15日間特産品を販売しています。前郵便局で勤めてたんで、よく誤配があって広島と東京の府中がよくこちらの売り場には府中味噌関連やアイスクリームなどおよそ50商品が用意されました。この日はアスパラガスの生産者が店頭に立ち、自慢の味を勧めていました。試食した人たちは甘い、柔らかくて美味しいと言って次々に買い求めていました。府中市知ってもらってなんぼと思っているんですので、今後引き続きやっていきたいなと思います。来月には東京都府中市の子どもと保護者を対象にしたビンゴ府中焼きの試食イベントを都内にある府中市のアンテナショップで開催する予定です。